はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、今回はですね、史上初めて WBC の二頭出しをやってみたいと思います。WBC ターフ2400のレースですね。さあ、これで客室追い込み変えます。しかしこれは確実に調子買い場が、そうか、銃が減ってるからなのか。そこでですね、これですよ。ただおケーキがいいのか、ちょっとモンブランの方の調子が心配ですね。一方、馬体がちょっと不安がある、こちらの方は。神社で、すっかり忘れてたけど、ラッキー馬主になります。今前走で有馬をレベルが49になったので、WBC あと何分だろう。こちらは6分だな。疲労回復、大根おすすめということで。グレープフルーツを。でもあんまり調子上がらないですね。人参ですね。人参で調子を上げましょう。これで、ちょっと、この9月の一周で、レースに出してみたいですが、ちょっとモンブランが心配ですね。日本酒好きですよ。最近すごく、日本酒、面白さが気がつきました。お米っていいなって思います。気象は大人なんで、これでいいですね。おっと、良くなってきたよ。おっと、なんか、おー、大根なんだけど、これは成長促進なのか。まあ、でも、ここでは使えずに、グレープフルーツ。で、WBC 出走なんですが、今5分なので、まとめてやりましょう。486。そうですね、これでいいや。普通にこれでいいと思います。さあ、これでターフでいいですね。 WBC ターフ登録です。ジャックを本線にしますので、武豊かに。そして、ああ、そうか。二頭出しでしても同じレースになるとは限らないんだ。しかも、これって、そうか。登録できないんだな。
じゃあちょっと作戦を変えないといけないか。まあいいや、WBC で、今週って何、9月の1週か。難しい。本当はこちらをそれなターフに出せばよかったのかもしれないが、まあ、ひとまずは、このレースを出しましょう。乗ってくれるかな？で、どちらも登録終わりました。3分台です。2頭とも勝ってくれればいいですよね。このように2頭とも WBC 遠征中の印がつきます。はい、では、それぞれレースに出しました。1頭ずつしか出せないのか。もしかしたら何か裏技で2頭出せるのかもしれませんが、まあ、別々をレースに出しまして、まあ、それぞれ、勝ってくれることを願っております。はい。では、一旦ここで失礼いたします。また後で。さて、WBC、観戦できるようになりました。そうですね、2頭出走なんですが、まあ、違うレースに。型のモンブランから見てみましょうか。はい、ではですね、まず型のモンブランから見ていきたいと思います。もっと3番人気？あ、竹豊取られてる。岡部さんが乗りますね。あ、ちょっと距離が加減っていうとこがあるんで、ちょっと割り食ってますよね。さあ、WBC クラシック出走です。テムズ川を2度越える特設コースに12頭が飛び出しました。まずまずのスタートかと思います。さあ、先行するのは何か。パワポエティックプリンスが先頭に立ちました。10番パルブラブ、それから型のモンブラン、一つ目の橋タワーブリッジに差し掛かります。それからもう一頭エズード、そしてその後ろからフリーイーグル、外から一頭トワイスオーバー、11番バンデッシャ、とりあえず3番手ですね。1番スターオブコジーン、これが1番人気の12番ドルトキナーレ、それから8番アーキペルコ、ザグレイガツビー、キノサンマックスはしんがりから行っております。さあ、もう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行くアワポエティックスプリンス、3馬身リード、これを追って10番パルブラブ、ちょっと早いかもしれないですね。型のモンブランと岡部騎手、外を通ってエズート、そして5番手にフリーイーグル、その外にトワイスオーバー、バンダシャがその後ろ、そのうちスターオブコジーン、そして1番人気のドルトフィナーレ、うまくいっているんではないでしょうか。8番アーキペルコ、それから足毛の馬体ザグレイガツビーであります。さあ、ビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。ドルトフィナーレ、ドルトフィナーレか。ちょっとこれはファルブラブか、
捕まえるの難しいどころか、ドルトフィナーレが来てるな。3着ぐらいは確保した、4着か。ちょっとWBC に出すには家賃が高すぎそうですね。まあしばらく放牧させときましょう。じゃあ片野ジャックの方行ってみたいと思います。片野ジャックは WBC ターフに出走です。お、こちらは一番人気 1.9 倍ですね。マンチキャノンとグランゾンがあります。で、鞍上も武豊が確保できてましてグリグリです。まあ、それだけでも有利な流れではありますよね。さあ、期待してレース走りたいと思います。さあ橋を渡って伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。エクラールがかわしていきました。そしてその後ろから1番この片尾ジャックは客室を追い込みしております。これで後ろからの素足が発揮できるか。そのうち2番セイントリー、その後ろ5馬身くらいあって肩のジャック、そのうちからはプライド、12番ヘアドクター、1番後ろにグランゾン。さあ前の方はどうなっているのか。先頭行くのは8番イブンベイ、3馬身リード、これと一緒にエクラール、ちょっと離れて1番ルソーであります。差が開いて5番マーキキャップ、それから足毛の馬体カステナンボであります。ストーミングホームがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。ハイランドリール、内を通ってセイントリー、そしていたいた肩のジャックと武豊でやります。内から1頭プライド、ヘアドクター、グランゾンがその後ろ前でやりますが、前これが先頭8番イボンベイでやります。それからもう1頭エクラール、この辺りちょっと今9番手ですね。ちょっと暑いです。今エアコンを入れました。エクラールか。まだ来ない。全然来ないよ。ようやく来た。あと何メートル？11番が結構粘っている。かわせるの？かわしたかな？したかな？ギリギリかわしましたね。これは勝ちました。やりました。肩のジャックはやってくれました。2000枚ゲットです。一番人気勝利。お厩舎レベルついに50達成です。
ま、やったね。ただですね、おっと三段ケーキってのがありますね。あとはすごいな、パフー石こんなにもらえるんだ。まとめて大きなプレゼントをいただきました。はい、というわけで型のモンブランは残念、一方型のジャックは僅差ではありましたが優勝というわけで7000枚突破いたしました。はい、というわけで次ちょっと型のジャックビサの勝利だっただけに、そうですね、次、SWBC 行かせて、当然大きなレースほど消耗が激しいですからね、消耗させるかな。1着は厳しいな、2着だと一気に獲得コイン枚数が減るから、 WBC もう一度チャレンジさせての方がいいかもしれないですね。もしくは出させたい取らせたい G1 があればそれに出るのも一案です。というわけで、はい、まあこんな感じで次回もやっていきたいと思います。はい、ゲーム動画でいこうではチャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録していただければすごく力になります。よろしくお願いいたします。またですね、ブログやツイッターやっております。説明欄にアドレス記載していますので、よろしければ見てください。またですね、この画面最後の20秒で、関連動画、動画プレイリストを流します。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。